仲間が背中に乗っかってるんだ。俺の声は天まで届くのに気づいてるやつと気づいてないやつは気づいたと思っても腹から言うぜ。 3,2,1 メンメン、続きましてはラウンド3第3試合、対戦はチームバトーバーサスエンタダー、ステージ中央へお願いします。チームバトーバーサス、チームバトー誰か出ます、エンタダーステージ、これもう一回ランディワッツたち行かせます。間違いないね、これは行かないでしょ。もう一人は TK で、いやいやお願いします。ドナテロお願いします。ドナテロ。ドナテロ。ティータング。そしてシーフザサード。おお。第三のこの逆のバージョン。はいお願いします。はいお願いします。俺の声は。ありがとうございます。さあ初。2対3という形になりました。それではバトルビートを聞きましょう。 DJ 柳竹聞かせてくれ。プラダや口マヤグラドイナズ、ただひたすらガラクタを磨く、カラスカしてカラスカ飛び立つ、カマスカブチカマ、こちらのビートを用意してくれました。そして DJ スニーズ聞かせてくれ。おさあそれでは代表の MC に出てきてもらい、先行方向のジャンケンお願いします。先行の MC が尺とビートを決めることができます。お願いします。オッケー、それでは先行、あ、いいよ全然先行俺でも、じゃあ先行やってやるよ。行きましょう行きましょう。それでは先行がチームバト、後攻がチームエンターダステージということで、ビートの方は、あ、2個目もう一回聞いてもいいですか。もう一回、じゃあまず柳竹から聞かせてください。 DJ 柳竹聞かせてくれ。DJ スニーズ聞かせて。あ、こっちでお願いします。 OK、 DJ スニーズで尺は8の4、あ、16の2で、16の2で OK、 それでは16の2で先攻がチームバト、後攻がエンターダステージとなっております。いきましょう、はじめ。俺ね、ぶっちゃけもうバトルやめようと思ってたけどよ、ゴーさんがなんだかんだ呼んでくれるし、シーフとやれるなんて思わなかったわ。お前らのおかげ、まだまだ続ける下町だぜ。ラディワッサリはバチバチだぜ、さっきのやつも全部払拭するぜ。はい、YOスカイツリー、スケベでも金のあるクラッシュ、なんもしなくてお前クラッシュ、YOかかってこい。いいよいいよ、あとは俺が一人でやるから、yeah! 16位置かかってこい、バトボディタッチあり、まあ我慢して無視してやるパンチライン。そうそうなの、よくできたね、いいねいいね、バトーダンスできたの、偉いね、かわいいね、どうでもいい、バトルやめたかどうかなんて、どうでもいいよ、出てんなら出てるなりにしっかりとやろうよ。あ、ごめんなさいね、すいません大人の皆さん、でも俺らがぶち上げに来てんだよね。いや、ボディタッチありとか聞いてないし、まさに触るなら許さない。いや、先行どうもどうも、おっとたまにはおっちゃらける、それでおっちゃまげるこのほったらかぜ、おっちゃまげるこのようなフライデー、俺たちちょんぽんずごっちゃまぜ、また混ぜ込みもっちゃねげー。申し訳ねえシフトサード、よこいつがあんたとやりたいって言ってたから、頼むから相手してやってくれよ。お前らの余計な3人のグループよりもこいつの言葉をちゃんと聞いてくれ、かましてくれよ。俺はこの場に立ってるぜ、茅ヶ崎じゃねえ横浜下町だぜ。 HFT なんでもありだろう、俺らのスタジオ来た時はどうもありがとう。いえ、チーフザサード1対1でやろうぜ。あ
てきた。これから目にもの言わせてやるぜ。ドーンした街で超えるのは俺しかいねえ。よ、ありがとう。よ、ランディは自殺し、一対一でやるのはちょっと無理だな。俺チームを背負ってきてる。俺の神奈川全員でやってる。お前一人でやりたいだけ。お前のオナに付き合ってなんないの。ランチは自殺し、お笑い芸人ランチダディバリダディバリなんだっけ。よ、ランチダンパリランチパンダリ関係ねえ。よ、あとはお願いします若手の皆さん。よ、俺バトー全然食っちまうけど。よ、よ、カリカリしちゃってカリシウム足りてる。でもひんむいちゃってもう結膜炎。おー、CM なくねえ。これじゃフォークパイセンも出る幕ね。はーい、それではジャッジに入ります。先行チームバトン、後攻チームエンターダステイ。おれれれれ、もう一度聞きます。今日おもれえわ。先行チームバトン、後攻チームエンターダステイ。ドローです。これは延長になります。そして、バトンチームです。まあ、今日はね、祭り2回目の開催ということで、まあ、正直俺はほんと勝つ気しかなかったけど、まあ、まあポイント制だったんでね、最後 あのサイファー一番良かったと思うんですけど、まあ、でもみんなもかっこよかったんで、スピーカップということで、皆さんどうでした今日は。はい、俺が今日一番の見どころはやっぱランディの覚醒。そこ一番見てほしい。急にサンボマスターみたいになりました。どういうことなんですか。まあワニドの、大将戦も最高だったし、いや大将戦は TK のやっぱちゃんとね、それをパスも最高だったし、最高でした。何より一番はやっぱり花火くんが声があんま出てないと思う。あんま出ないのよね、こんだけ図体でかいんだけどね。マジでポリープの俺より出てなかった。ふざけんなということで、続きはアベマでよろしく。ありがとう。